長両母より出土した、文帝行事、流中近院、文帝行事、流中近院、長は、南越の第二代の王。県元四年、祖父の武王長宅が皇居した。皇居時百歳を越す高齢であったことからその息子は、すでに死去しており、孫の長が王位を継承した。県元六年、越王英が南越へ進行する事件が発生した。王位を継承して間もない文王は、 民心が不安定であったことから、全艦の武帝に上書して、古史による南越攻撃を伝え、同時に艦による事件の処理を上層した。武帝は、この上層に応えて、王海、反安国を派遣し、古史討伐を計画した。しかし艦軍が南令を超える前に、英の弟の余前が反乱を起こし、英を殺害して、艦に基準、軍事行動は停止された。武帝は、 その後、予前を新たな越王に封じ、中大部玄介を南越に派遣して、事件の前後策を講じた。これに深く感謝した文王は、事件の処理が完了した後に自ら官に入庁し、武帝に越見すると、玄介に伝えると同時に、大使の朝英才を全官に送り宿営とさせた。玄介が帰国すると武帝により官庁に留め置かれ、南越が亡国となることを恐れた。 南越の大臣は、武王の威訓をもって、文王に対し入庁中止を進言する。この要請を入れた文王は、病気を理由に入庁を拒絶した。元首元年、文王が重病となると、大使朝英才の帰国を男に上奏、皇居後帰国した朝英才が王位を継承した。文王皇居後、南越都の上磐宮の西北に両母が築かれた。年、 工事中に偶然発見され、南越応募と称された。寮母内からは1000点を超える副装品が発見され、峰南地区で最大規模の寮母となっている。1988年には西館南越王派博物館が建築され、出土品が保存、展示されている。式では南越第二大王を長子と記録しているが、南越応募より、長の 玉印及び文定行事の金印が発掘されると、その生命は、蝶が正しいものであることが確認された。ありがとうございます。